はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ16日ですね。9月は21日の土曜日でございます。これは47ニュースに昨日出ていた記事ですね。20日の朝出た記事ですね。中国日本人口周辺に監視カメラ、児童視察警備強化アピールということで、そんなに長くない記事なんで読ませていただきます。中国広東省深センで日本人の男子児童10が視察された事件で、男児が通っていた日本人学校の周辺では20日までに、監視カメラが増設された。中国当局は日本側が要請した警備強化への迅速な対応をアピールしたいとみられる。やることは早いやって感じですね。在中国日本大使館は中国の孫英等外務次官が金杉則春かな、中中国大使と19日実施した電話会談で、今回の事案は前科のある者による個別の事案と説明したと同日夜発表した。ただ容疑者の男44の動機など事件の真相につながる情報は公表しておらず、法人社会に広がる不安の解消は難しい。これはですね、どういうことかというとですね、その変な男がやってしまった偶発的な事故やということを言いたいですね、中国は。でもありえないですね。日本人やったねみたいなですね、そういうおっさんがやらかした事件です、明らかに。だからそのそれを打ち消そうとして一生懸命それ以外のことを言うてるんですよ。もう中国共産党ってね、都合の悪いことは全部嘘つくんですよ。そういう連中なんですよ。登校中だった男女は18日と言いますが、今週の水曜日だったんですね。まだ3日しか経ってない。校門から約200メートルの通学路で刺された。学校や事件現場近くでは遅くとも19日朝には監視カメラの増設作業が始まり、早っ子供連れの家族らが足を止めて見ていた。というか今ですね、登校止めてるでしょ。まあ休みではありますけどね、1、2週間止めるんじゃないですか。金杉氏は19日に深セン市のラ・コウコウかな、コウコクかな、副市長と面会し、警備強化や法人の安全確保を求めた。ただ事件に関する情報が少なく、法人社会からは中国の対応は信じられないといった意見も上がっていると。まあ以上です。割とね、これ翌日にその監視カメラつけてるということは、中国としては気にしているということですね。ただですね、これが反日的なですね、モチベーションを持った犯行であると、犯罪であって事件であるというふうには一切認める気配はないですね。偶発的な、どこの国でもあると、どこの国でもないわ、そんなもん、ほんまにほんまに。あのね、人を殺めようというにはそれなりの動機があるんですよ。お金が動機の場合もあればですね、何かこう憎しみ、憎が動機の場合もあればですね、政治的な動機もたまにあるんですよ。もう政治的な動機でしょ、今回。でなければですね、身も知らぬ10歳の子供をですね、殺したりしませんって。でなんで彼がその44歳の犯人がですね、こう政治的な動機を持ったかというとですね、その犯人の頭の中にですね、反日的なですね、考えが刷り込まれているということです。で誰が刷り込んだのかというとですね、中国政府です、簡単に言えば。44歳ということはですね、今からですね、1990年は34年前ですから、10歳以降はですね、反日教育を受けてるはずなんですね。まあ10歳までは大体反日とか何とか言うとも分かりませんからですね、大体じゃあピタッとはまるわけですよ。1990年頃から始まるんですね、反日教育の、厳しい反日教育は。それを刷り込まれた人間であってですね、それで前科者なわけですよ、この人。前科者って言っても何か分かりませんけどね、それは。中国で言うことは信用できないんで。で、これに、こういうなんかですね、こう、多分、社会的にうまくいってなかったんでしょうね。だから日本人でもやったろか、みたいな感じになってですね、それで犯行に及んだというふうに私は想像しますけどね。なぜ詳しいことを教えてもらえないんでですね、よう分からんと。でさっきの動画でも言いましたけど、もしかしたらですね、犠牲になった10歳のお子さん、男児児童というのの国籍は中国だったかもしれませんね。
名前が陳さん、あの沈むというようにですね、陳さんという人らしいんでですね、陳という日本の名字は聞いたことがないんでですね、もし生かしたらですね、あのお父様が日本人というふうに伝えられていました。お母さんが中国人で一緒に自転車に乗ってですね、登校してきたということなんで、まあ、お近くにお住まいなんでしょうね。でそこを狙われて刺されたと、もしかしたらナショナリティは国籍は中国籍なのかもしれませんね。まあ、それは別にあの大きな問題ではないと思いますけどもですね。でも中国はですね、その少しこれはですね、こう広がったらやばいなと、つまりですね、そのこういう事件がまた起こったらやばいというふうには考えたんですね。だからやることは早い。監視カメラつけるのはやつらのお家芸ですからね。あのなんていうか、あの中国全土にですね、あの十何億台という、一人当たり2台ぐらいのカメラがあるというふうに言われてますけどそれであの顔認証もしてるんでですね、やつらは中国14億人が今どこにいて何をやってるかと全部把握できるんですって。すごい世の中でしょなんでですね、まあでもそうしたところでね、突発的な事件は防げませんけどね、で、あの中国がね、こういった事件を防ごうと思えばですね、簡単に言えばですね、反日教育をやめればいいんですよ。反日教育をやめて、その反日映画とか反日ドラマとかいっぱい出てるでしょ、毎日毎日。あれやめたらいいんですよ。あの向こうはあれ情報操作できますから。そうしたら多分ですね、収まるんですけども、そんなやめたところでですね、効果が出るまでには10年ぐらいかかります。だから10年間は危険ということですね。でその中10年間をやり過ごしたら、まあ、なんとかこういう事件はほぼ消えるんちゃうかなと思いますけど、まあ、彼らはそういうことを改めるですね、改める気配は全くないですね。というか自分たちが間違ったということを認めることはできないんですね、共産党の人々っていうのは。そういうふうなあの、まあ、システムというか構造になっているんですね、共産主義の連中っていうのは。自分たちが間違っていたと認めてしまったら、その瞬間に崩れてしまうわけですね、自分たちの正当性が。なので間違っていないというのを押し通さなければいけないから、ここは力で抑えるということになるわけですね。抑えられへんと思うけど。で、また共産党としてね、あの日本人を憎んだらあかんねという逆キャンペーンをやればいいわけですよ。でもですね、それもやらない。それをやるとですね、自分たちの間違いを認めることになるでしょ。なんでそれもできないわけですね。だからひたすらそういうですね、なんていうか跳ねっかり者が出ないようにですね、力で抑えるということしかない。まあそれは共産党の常套手段です。不都合なことは力で抑えるということですね。でだから早速監視カメラをつけたと。なんも安いもんですよ、ちょっと安いもんですよ。なんでですね、で別にそんな、あのあれですよ、公安がやることに道路交通法もクソもないですからね。はいはいってやって、その公安につながる回線にカメラをつないだらいいだけの話ですね。あとは人間が見てるのかですね、AI が見てるのかは知りませんけども。そんなことではですね、突発事案は防げません、はっきり言って。なんでこれからも起こります。多分今後頻発するんちゃいますか。でもあと何人の犠牲者が出たらですね、日本人は分かるんでしょうね。あとでも 2,3 人、この年内にあと 2,3 人こういう犠牲者が出ればですね、多分日本人の、とりあえず日本人学校は閉鎖、一時閉鎖みたいになるでしょうね。まあそうなることがなんとなくなんかこう予想できるなっていう感じはしてきましたけどね。はい、ということでこの47ニュースですね、中国日本人口周辺に監視カメラ、児童視察警備アピールというタイトルの記事ですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。